真マイスターは古いお店。どうも、帽子おやじです。今日は天気がいいんで、ちょっと外からオープニング撮ってるんですけど、できれば、まあ、うまく喋れたら一発撮りで行こうかななんて思ってます。ちょうどね、今履物が入ってきたので、その帽子の紹介をできればいいなと思ってます。よろしくお願いします。では早速お店の中に入っていきましょう。昨日ちょっと並べ替えたんですけど、まあ、だいぶ秋物、まあ、夏物を下に追いやって、まあ、上に秋冬物を置いてみました。よいこらせ、ちょっと取るのが難しいな。バスクでできたハット、バスクキャスケット、おなじみのバスクベレー帽となっております。まあ、バスクっていうのは、まあ、スペインの地方の名前ではあるんですけども、一回こういうニット状のものを作って、で縮縫っていう工程を経て、こういう、まあ、毛と毛がギュッと絡まり合ってこの生地ができてますと。なので密度が高いので非常にあったかい素材ですね。プラス2度温かいメリノウール。ウール製品はアクリル製品と比べ吸湿発熱性に優れており、最大2度の温度差が生じます。過去当社従来品ウール 100% 製品、アクリル 100% 製品との比較。まあ接客とかでよく言うのは、このプラス2度って、まあ服1枚分ぐらいはやっぱり暖かくなるので、まあ身軽に、まあ防寒ができるのがこの帽子のいいところかなと思いますね。やっぱりこういうウールのベレー帽ってかぶっててすごく暖かいので、まあ、これからの季節にはもう欠かせない存在ですよね。まあ、ベレー帽のかぶり方がよくわからないと言われるので、自分は毎回、まあこれ見ていただくのもですけど、まあ実際に教えることは多いですね。でちょっとどんな風に教えてるかっていうのをやってみましょうかね。よいしょ、ありました。よいしょ。こちら内側がゴムになっておりますので、それをこんな感じで中に入れていただいて、で脱げないぐらいしっかりかぶっていただいて、で髪が流れがある方はその流れ通りに膨らみを流す。こうやってかぶると帽子が自然に大きく見えて、顔が絶対小さく見えるかぶり方なので、誰でも似合っちゃいますっていう感じで教えてます。よいしょ。さてさて、次はどんな帽子が出るのかなと。よいしょ。まあ、まだベレー帽なんですけど、色が豊富ですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21色あります、この色。このコロコロベレー帽っていうんですけど、これはまあ内側がまあリブになってなくて、もうこういう作りですね。なんで被るだけで割と形が綺麗に見せてくれるような、まあ、割と被りやすいベレー帽ですね。こちらは結構初心者向けになるのかな。ただやっぱり色が豊富なのがおすすめポイントですね。21色あります。ぜひかぶりに来てください。さあ続きましては、
どこのコーナーかな。あ、ここ昨日並べ替えたんだったな。まあハット系ですね。バケハ系ですね。綿生地から、まあ、フェイクレザーから、ちょっとフリースっぽい生地。うん、これいい青色ですね。この帽子色がいいですね。価格もまあぼちぼちのお手頃価格ですね。この辺りは、うん、でも均一ですね。3,990円、まあ、4,000円切るぐらいのお値段。あ、このコーデュロイ生地4,490円。こちらすごく軽くて、うん、季節感もあっていい生地ではないでしょうかね。でその下が、まあ、キャスケット置いてますね。これいい色ですね。よいしょ。これビッグスウェード、あの豚革ですね。匂いも、うん、すごくいい匂いですね。カバって感じ、うん、で、まあ、これちょっとアイディア商品っぽいですね。キャスケットで飛ばないように自転車ママにもおすすめ、クリップ付きキャスケット。よいしょ。この辺が今秋の新作で出てるところですね。いやー、季節の変わり目って感じですね。で表はまあキャップとサファリ、まあ、秋キャンプにどうぞみたいなコーナーにしてるんですけど、これ先日入荷したばかり UCLA、 アメリカの大学のロゴですよね。これね、アメカジ真っ盛り、イエール。これもアメリカのどこぞの大学のロゴですね。でうちで毎シーズン人気がある帽子になるんですけど、こちらね、このクマがね、このクマが久々に入荷しましたね。今ゴルフされてるんですね、このクマ。ちょっと吹き出しました。前まではあのスケボーやってたんですよ。で最初にスケボーに乗っただけで、で次はちょっと漕いだりして、でとうとうジャンプまでしたんですよ。で続きが気になってたんですね、スタッフみんな。でそしたらもう心配をよそにゴルフするっていうね。これなかなかねストーリー性があって、もうスタッフみんな大好きなブランドです。こちらカリフォルニア、ハブアナイスタイム。いやー、いいボスですねこちら。で続きましては、もう無計画で今お店紹介してるんで、ちょっと映り込んだらまずいものも映ってるかもしれないですけど、次は何がいいかな。この辺も秋っぽいですね。コーデュロイ縛りですね。ハンチングワークキャップ、まあ、こちら部分的なコーデュロイのキャスケット、ビッグシルエットが今風ですよね。かっこいいですね。でとうとうです、そうとうとうリーが入ってきました。よく問い合わせはあったんですけど、とうとうリーが入荷しました。コーデュロイとスウェードタイプ、すごく軽いんですよねリーの帽子、うん、こちらはもうすぐ売れちゃうっぽいですよね、うん、昨日並べたばかりですけど。で続きましては何かあるかなと、あ、こちらですね。アメリカのリンカーン大統領に愛された帽子ブランドノックスのショートワッチ。これかぶりやすそうですね。ちょっとかぶってみようかな。よいしょ。あ、すごく柔らかい。お
なシルエットですね。こんなシルエットです。いやこれ長くかぶっててもすごく楽っぽい。まだ長くかぶってないけど、あ、すごくかぶりやすい。買おっかな、買っちゃおうかな。ノックスショートワッチおすすめです。帽子親父に先に買われないようにぜひぜひ買いに来られてください。いいですね、色が、うん、豊富なのがいいですね。さあ次はどこに行こうかなと。あ、そうだそうだ、あ、鬼滅が入荷したのは先週お知らせしましたけど、うん、まだ在庫ありますね。あとはキッズサイズのニューエラさん、まだ在庫揃ってる方ですね、うん、この辺りが今おすすめって感じですね。よいしょ、ちょっと帽子かぶりますね。しばし、しばしお待ちを。よいしょ。よいしょ、よいしょ。まあ、緊急事態宣言も延長になりましたけど、まあ、月を見て、遊びに来られてください。あ、今だったら940も全部揃ってますね。この940やっぱ絶妙の深さでやっぱ男女ともに人気ですよね、うん、すごく軽い、うん、さすがニューエラさんっていう帽子ですね。ただやっぱり置いてるお店すごい少ないみたいなんで、ぜひぜひもう見つけた時は即買いって感じで。よいしょ、さあ帰ろうかな今日は。もうよいしょ、人もそんなに歩いてないようなのでお昼でも食べに行っちゃおっかな、なんて。まあぜひぜひ、うん、今ガランとしてますけど、まあ気晴らし程度に遊びにいらしてください。ではでは、帽子おやじでした。またねー。